ドイツの首相。ドイツの首相は、ドイツにおける、行政府の長である。本校では1871年のドイツ統一から、現在に至るまでのドイツの首相について解説する。この間に、ドイツがたどった、国家形態の名称と首相の呼称は、以下の通り。ドイツの首相の呼称にはどれにも、キャンスラーという語が含まれている、共産主義政権の旧東ドイツを除く。 このキャンスラー、カンツラーというのは古フランス語のチャンスリアーが語源で本来は宮廷や法廷の文芸、案内役、事務員、秘書官などを指す語だった。新生ローマ帝国初期のドイツでは学識を有する聖職者が宮廷文書の管理などを通じて帝国業に関与しており、司教はその長として初期官長、キャンスラーと呼ばれていた。中世になると マインツ大司教、ケルン大司教、トリイヤ大司教の三司教は選定公を兼ねて、世俗諸行と肩を並べるほど強力になった。後に、これが帝国の最高官職である、帝国内の各三王国、ドイツ、イタリア及びブルグントの大小機関長、エルゼコンツラーに任じられるようになると、この三司教は、それぞれ、ドイツ大小機関長、エルゼコンツラー・ドゥヒガーマニアン、 イタリア大書記官庁、エルゼコンツラードゥヒーイターリン、ガリアブル軍と大書記官庁、エルゼコンソールダーチゴリアン・ウンとバーウントと称するようになった。こうした大書記官庁の中には、事実上の最小として皇帝の政務を補佐したり、事実上の摂政として、幼少の皇帝に代わって国政を担当した者もいたが、1356年の金印直書で、 マインツ大司教が皇帝戦の主催者とされ、選帝校の筆頭に位置づけられると、これ以後、エルゼコンツラードゥヒガーマニアンは、ドイツ、神聖ローマ帝国の最小を意味することして、ドイツ語圏に定着した。近世になると、帝国内のプロイセン王国やオーストリア大公国の最小にもスターツッキンゼラー、両国最小という呼称が用いられるようになった。 1867年に、プロイセン主導で、北ドイツ連邦が成立すると、ビスマルクは自らその首相について、ブンディスコンツラー、連邦最小と称した。1871年に、ドイツ国、ドイチャスライヒ、帝政ドイツが成立すると、今度は、ライクスコンツラー、帝国最小として、以後19年間政界に君臨し、ドイツを列強の一つに押し上げた。 1918年、第一次世界大戦の敗北によって訂正が崩壊し、ドイツは共和制となった。しかし新国家の国号に提案されたドイチャスラブブリック、ドイツ共和国には、各方面からの拒否が強く、結局、国号は引き続き、ドイチャスライヒ、ドイツ国が用いられた。このため、ライクスコンツラーの故障もそのまま共和制に引き継がれた。 日本では1918年から1933年までのドイツ国をバイマル共和制と呼んでおり、日本の歴史教科書の類では共和制のライクスコンツラーを首相と訳して、帝政時代のものと区別している場合が多い。なお、帝政ドイツ時代には帝国内閣が存在せず、帝国各省庁の庁は帝国最小の下僚として、その指示に厳格に従う。 国務長官、スターツゼクリテアデッテ、大臣、ミニスターのように君主に対して、最小と同様に責任を負い、その業務について自立して任務に当たるものではなかった。つまり、帝政最小は、行政上の責任を単独で果たしていたのである。これに対し、バイマル共和制以降の首相は、議会に責任を、大う合議制行政機関としての内閣の議長として、位置づけられた。 役語の変化は、こうした役割の変化も表しているのである。1934年8月1日、ヒンデンブルク大統領の死後発行する法律として、ドイツ国及び国民の国家元首に関する法律が制定された。この法律で大統領の官職は、首相の官職と統合され、大統領の権限は指導者権国家最小である、アドルフ・ヒトラー。 では、デアフーラーウンとライクスコンツラーエイドルフ・ヒトラーに異常されることが定まった。翌日、ヒンデンブルクが死去すると法律は発行し、ヒトラーは国家元首の権能を手に入れた。ただし、古代統領に敬意を表して、自分のことはフーラー、指導者と呼ぶよう国民に求めた。首相と元首の権能を統合したヒトラーの地位を日本では相当と訳した。 8月19日には、この措置の是非を問う民族投票が行われ、圧倒的多数で承認された。ヒトラーは、公文書には、指導者権国家宰相と署名していたが、後には国家最小の肩書きを用いることがほとんどなくなった。第二次世界大戦後、ドイツは、米、英、仏、津、その4カ国による占領下に置かれたが、冷戦の対立構造が、 固定化されていく中で、共同占領は困難となり、1949年秋に、米、英、フッツ占領区に、ドイツ連邦共和、西ドイツが、ソ連占領区に、ドイツ民主共和国、東ドイツが建国された。東ドイツは、旧来の故障を使用せず、1949年の憲法では、総理大臣に改められた。東ドイツは、 ソ連型の一党独裁制国家であり、1989年の民主化まで国政の実権は支配政党であるドイツ社会主義統一党の初期長が握っていた。西ドイツは国号に連邦の一号が追加されたのに伴い、首相の故障も来たドイツ連邦に遡る連邦最小、ブンディスコンツラに戻された。1990年10月3日、 西ドイツが東ドイツを九州合併する形で再統一を達成した後は、そのまま連邦最小、ブンディスコンツラーの呼称が使われている。ただし、日本では最小という時代がかった表現は、アデナウアーやコールに関連して時折、あるいは州首相と並べて論じるとき混同しないよう、使うくらいで、ブンディスコンツラーの公式役も連邦首相とするものがほとんどである。 日本では外国の首相に相当する官職を一律に首相と呼称しており、現在のドイツ連邦共和国のブンディスコンツレリンも過去のドイツのライクスコンツラーもすべて単に首相と表記する場合が多い。英語では自国外国を問わず首相は一律にプライムミニスターと呼ぶことになっている。ただしドイツの首相だけは伝統的な例外で、 ドイツ語を直訳したフェデラルチャンスラー、または単にチャンスラーと呼んでいる。ドイツ語では同じドイツ語圏で連邦制のオーストリアの首相のこともブンディスコンツラー、連邦首相と呼んでいる。その他の外国の首相は各国の政治機構や言語での表現をもとにミニスター・プレザデント、総理大臣、またはプラミミネスター、首相と呼んでいる。 帝政ドイツの首相についての詳細は、ドイツ国首相を参照。バイマル共和制時代の首相についての詳細は、ドイツ国首相を参照。ドイツ連邦共和国の首相についての詳細は、連邦首相を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。